はい、我々の東京和国 Vlog です。この間ですね、仕事の、取材の打ち合わせで、元八幡っていう、市川市の元八幡ですね。JR 総武線の元八幡、それから都営新宿線も元八幡という駅ありますし、それから、京成には京成、京成八幡駅っていうのがあるんですけど、3線入ってるんですけど、市川市ではおそらく一番街なんじゃないかなと思いますけど、私タバコ吸うので、で、その打ち合わせの相手もタバコ吸う人だったので、京成八幡駅の下にイデカフェラウンジっていうのがあるんですけど、そこは喫煙目的室扱いで、タバコ吸えるので、そこで待ち合わせして行ったんですが、当分の間休業って書いてまして、そのまま潰れるんじゃないかなと思って。で、その、向かいにですね、イデカフェっていう、こっちは禁煙の普通の喫茶店があるんですけども、同じ系列で。でそっちは営業してたので、仕方なしにね、そっちに行って打ち合わせをしたんですが、でもみんなタバコ吸うので、タバコ吸いたいですね、っていう話になってですね、JT の、日本タバコのね、JT のアプリで、喫煙所マップっていうのがあるんですよ。タバコ吸えるところを、公共のね、喫煙所から、喫茶店から、レストランから、飲み屋から、絞って探せるんですけど、この辺タバコ吸えるとこあったかなと思ってですね、検索したら、5分程度歩いて、JR 元八幡駅に近いんですけど、にあったので、行ったんですよ。地図で探して。そしたらですね、もうやっぱ看板にね、全席喫煙かって書いてあってですね、行ったんですよね。そしたらね、結構ガラガラでした。数人しか多分いなかったと思うんですけど、テーブルの上に結構なんか予約席みたいなものが置いてあってですね、よくありますよね。予約席じゃないけど、なんか予約席って置いてあって、ああ、どうぞどうぞって予約のね、札を外すっていうパターンよくありますよね。で、ところがですね、だからもう3人ですって言ったんですよね。だから最初なんて言ったか分かんなかったんですけど、お受けしてませんって言われまして、お受けしてます。喫茶店ですよ。喫茶店に3人で入って、私が最初に入ったので、普通何名様ですかとか聞かれるじゃないですか。どこ行ってもね、食堂でも。なので、3人ですって言ったら、お受けしてませんって言われて、ちょっと意味がわかんないと思ったんですよね。で、どういうことですか？お受けしてませんってどういうことですかって聞いたら、予約してないんでとか、なんか常連さんだけなんでとか、なんかそんなようなことを言ったんですよ。なので、予約すればいいんですかって、どこから予約したらいいんですかって、予約できないと思いますよとか、できないと思いますよってどういうこっちゃと思ってですね。いや、できないならできないでいいんですよ。できないならできないって言ってくれれば、そうですかって、できないと思いますってどういうことなのかな。で、要は、店側が予約、予約してないんでって言ったので、予約したらいいんですかって言ったら、予約できないと思いますって、もうなんかこのやり取りがもうすでにおかしいじゃないですか。だから、この店あかんやつやと思ってですね要は常連さんだけらしいんですよね。っていうことは一元様お断りっていうことじゃないですか。一元様お断りなので、言ってみれば会員制みたいなもんですよね。いや、それはそれでいいんですよ。別に。それはそういうお店の方針なので、それ自体に別に文句を言うつもりはないし、そういう方針のお店なのであれば、それでいいんだと思います。だけど、それはお店の看板に書いとかないと、トラブルの元ですよね。しかも JT のアプリに、喫煙所マップにそういうことが書いてあって、で、何もそういう注意事項は特に書いてない。
わけですね。会員制とか一元様お断りとか常連様のみとか何も書いてないわけですよ。だからそのお店にちゃんと書いてあれば、下の看板とかね、入り口のドアに一元様お断りって、それこそ京都の祇園じゃないですけど、一元さんお断りって書いてあれば、ああダメなんだと思ってね、そんなやり取りする必要ないわけじゃないですか。だから別に一元様お断り自体はそんなに気にならなかったっていうか、別に何とも思わなかったんですけど、まあ、喫茶店でそういうのも珍しいっていうか、私初めてですけどね、まあ、なんかの事情があってそうなってるんでしょう。それ自体は別に何とも思わないんですよね。でということは、喫煙所マップ来てを見てですね、 JT の喫煙所マップを見て、そこには何もそんな制限事項とか注意事項とか、あとは何て言うんですかね、評価みたいなものはないので、口コミとか普通にある喫茶店として紹介してあったので、そこに行っただけなんですよね。じゃあ同じような形で行った人っていっぱいいると思うんですよね。いっぱいいると思うんですけど、私がただ単に嫌われてそういう対応で追い返されたのか、みんながみんなそうやって追い返されてるのかって気になるじゃないですか。まあ、かといって他の人が入るまでじーっと待ってですね、そんなことしてる場合じゃないので、あとでですね、Google マップありますね。Google マップも、口コミ書いてますよね、いろんなお店に。そこ見てみたんですよ。ちょっと星の数ほとんどなくて、やっぱり同じような経験をした人がですね、わんさかいるわけですよ。星一つもつけたくないとかね。まあもちろん星一つも含めてですけど、わんさか同じような経験をした人がいるわけですね。もちろん常連さんは普通に入れて楽しくコーヒー飲んでなんかご飯食べて帰ってるわけですから、まあ、高評価はありますよ。ありますけど、だけどほとんどが一元で入ろうとして拒否された、入店拒否されたっていうパターンですから、ろくな評価ないわけですよ。そらそうだろうなと思いまして、やっぱ同じようなこと書いてあるんですよ。一元様お断りならそう書いとけとかね、そんなもうコメントが並ぶわけですよ。それはそれで Google マップのですね、評価っていうのは確かにそういうふうに経験した人がそういう書き込みをしているので、それは当然ですよね。だって私もそういう経験現にしたので、そういう同じ目にあった人が他にいないのかと思って見ればやっぱりそうだったっていう、まあそれだけの話ですよね。だから非常にその評価自体は、まあ、そうなんだろうなと思いました。まあお店なりの評価なんだなと思いました。で気になったのは食べログ、皆さんやっぱり食べログね、いろいろ問題が指摘されたり炎上したりとか結構前からしてますけど、どうですかね、参考にやっぱりみんなしますよね。お店探すときにね、ちょっと友達と飲み行くとか、なんかご飯食べ行くとかいうときに、やっぱり食べログで検索してる人かなり多いですよね。で、まあ、ただ味っていうのは人それぞれの味覚なので、それ美味しい美味しくないとかね、普通だとか、まあ、そういう評価っていうのは人それぞれなんで、こうばらけて当たり前ですよね。あと店の雰囲気とかも好き嫌いありますよね。だからそれもばらけて当然だと思いますし、ましてや喫煙可能なお店であれば、タバコ嫌いな人は絶対低評価になりますよね。で今の現代のようにタバコ吸えるところが少ないっていう現状では、喫煙者にとっては高評価に普通はなりますよね。だからばらけてて当たり前です。店員の態度とかも評価の対象になりますけど、それは時間帯にもよるだろうしね、当たったバイトの人にもよるだろうし、バイトがいないところであってもですね、そら人間ですから気分もあるでしょうし、いろんなことがありますよね。だから別にいいそればらけていていいと思うんですよ。だけど入店拒否っていうのは普通飲食店ではありえない
じゃないですか。だから当然、入店拒否されればその評価の対象というか評価のしようがないわけですよね。食べ物、雰囲気、だって中に入ってないんですから。雰囲気、まあ、店員の態度はひどかったっていうのは分かりますけど、追い返されてるんでね。でそういうふうな経験をした人が Google マップにはいっぱい載ってるから、当然食べログにも載ってるだろうと思って見てみたんですよ。全くないんですよおかしいですよね。 Google マップには同じ体験をした人が同じような口コミを、私がね感じた口コミ、私が感じたのと同じようなことを口コミにわんさか書いてるのに、食べログにはパッと見た限りそういう口コミは一切ないんですよ。ネガティブな口コミは星が 3. 点いくつでしたか。え、普通ね、常連さんだけが書ける口コミだったら、あ、それだったら低いですかね。常連さんだけが書ける口コミだったら3点台というのは低いと思います。もっと高いと思いますけど、行って一元さんお断りで追い返されて、それも申し訳ありませんけどもって言うんじゃないんですよ。お受けできませんとか、予約できないと思いますよとか、なんだかよくわかんないようなロジックで追い返されて、とてつもなく嫌な目にあってですね。で、食べログの口コミにはそういうものが一切なくて、評価ね、星評価が 3. 点なんぼっていうのは、まあ、どう考えても不自然ですよね。お客さんが全員ちょっと入った人が、その入店拒否とかなくてね、入った人が、それを美味しかったとかまずかったとか、雰囲気が良かったとか悪かったとか、タバコの匂いが気に入らないとか、タバコ吸えて貴重なお店だとかいうふうなことを書く、でそれでばらけてるんだったらいいんですけど、で入店拒否された人が山のようにいてですね、でそういう書き込みは一切なくて、で美味しかったとか雰囲気がどうとかとか、そういうのだけが残ってて、3点台っていうのはどう考えても不自然ですよね。だからこれで決定的に分かったのは、普通飲食店で入店拒否なんかしませんので、まあ、するようなところっていうのは書いてますし、あるいは超高級なお店で一般の人は入れない私のような貧乏人はね、入れないような、もう一元さんお断りとか、あるいは会員制とかね、紹介がないと予約が取れませんとか、だから完全予約制でふらりと行ってウォークインで行って入れなかったっていうのは、これありえますよね。で、その行った方が悪いですよね。だって完全予約制の店なんですから。うちはすいません、完全予約制なので、ご予約いただいてない方はご案内できないんですよって言われるはずですよね。それはしょうがないと思います。それは評価いい悪いもできないんですよね。予約なしで行った方が悪いですよね。会員制もそうですよね。ちょっとうちは会員様じゃないとご案内できませんので申し訳ありませんけども、じゃあ会員になるにはどうしたらいいんですかとかね、そういう話じゃないですか。そうすると常連様のご紹介だとか、なんかそういうことを案内してくれるわけじゃないですか。なんだ、京都の祇園の一元様お断りなんて最初から行こうと思いませんけど、空いたところはね、まあそもそもがね、京都の祇園の一元様お断りっていうのは、そのお金の回収ができる人だけを、信用のある人をお客にしないと、商売ができないっていう事情がもともとあったんです。今はそんなことないと思いますけど、というのはその基本的に掛け払い、掛けっていうのは売り掛けですよね。要は付けです。付けで空いたところっていうのを遊ぶっていうのが昔からそれが当たり前っていうか、それが京都の遊び方だったわけですよ。その時にね、気持ちよくお酒飲んでお座敷に上がって、芸者さんとは言わないか、京都は舞妓さんですかねとかのね、いろいろこう、芸をね見たりして、たらふくお酒を飲んで美味しいご飯食べて、帰る時に料金請求されて、
急に現実に戻されるってそんな野暮なことはしなかったわけですよ。もうね、住所も名前もね、勤め先も分かってる人だから、その場はもうスッと返すわけですよ。まあ伝票ぐらい見せるかもしれませんけど、その伝票にサインして帰るわけですよ。で、後日会社とかに請求書が届くわけですよ。それで払うっていうのが俺はスマートな遊び方なので、そんなの一元様のどこの誰でも どこの馬の骨でもわからないものに入ってですね、何十万円か何百万円か知りませんけど、そういう請求をね、どこに請求書回してもいいかわからないし、仮に、まあね、名刺一枚でも回したとしても、踏み倒されたりとかね、そんなでたまんないわけですよ。だから一元様は断り、ちゃんとした、常連さんの紹介で、来た身持ちの固いといいますか、身元のはっきりしている人、でちゃんとお金払ってもらう、後でね、お金払ってもらえる人だけがお客さんとしてふさわしいという、まあ、それが一元様お断りのそもそもの、流れというか歴史なわけですよね。で、そういったところだと最初から人入りませんので、一元様だったらね、どうせ断られるんですから、張ってますし、だからそれが悪い評価の対象には普通はなり得ないわけですよ。まあだけどね、この食べログの闇って言いますかね、昔から言われてますけど、だけどそれって証明のしようがないわけですよね。だけどこのカフェはね、で証明されたと思いますね、私の中では。だって入店拒否された人が Google には山ほど載ってて、私もそういう経験をして一切書いてないんですよ食べログには。おかしいですよね。JT のね、あのアプリもちょっと問題あると思いますね。喫煙所マップありがたいんですけど、まさかそんな店があるとは思っても見なかったので、まあ、いちいち全部確認してるんじゃないんでしょうけど、なんか情報の訂正をね、申し出るそういう窓口があってもいいと思いますね。じゃないと、そういうね、タバコ吸いたいと思って、お金払ってコーヒー飲んで、そこでタバコが吸いたいっていう人がね、確実に嫌な思いをするわけですよね。あれもちょっと問題あると思いますけど、まあ、だから最初からね、Google マップ見ていきゃよかったんでしょうけど、Google マップには喫煙可能かどうかっていうオプションはありませんので、検索の時に。しょうがないんですよね。だから二重でチェックしていかないといけないっていうのが分かりましたね。まあ何にしろこの時代にですね、こう言っちゃなんですけど、喫茶店ごときですよ。別に料亭行ったわけじゃないですしね、お茶屋さん行ったわけじゃなしですね。いや、ほんとね、喫茶店ごときですよ。喫茶店ごときって言うと悪いですけど、だっていつもね、ドトールとかね、お世話になってますしね、いつも仕事させてもらってますし、コーヒー館とかね、取材いつもさせてもらって、記事書いてますので、それ全部一括りに喫茶店ごときっていうのは申し訳ないんですけど、だけどですね、喫茶店ごときに入店拒否されるなんて、生まれて初めてなので、びっくりしたのと腹が立ったのと面白かったですね。で、その後検証するのが非常に興味がありましたね。普段食べログなんて私見ませんけど、そういったところを検証してみると、あ、これは操作してるのがバレバレだわっていうふうに思いましたね。はい、ということで、まあ食べログね、そのいろんな口コミ載ってますから参考にするのはまあいいとは思いますけど、まあおそらく操作されてるんでしょうね、喫茶店の評価とね、口コミの内容を見ると明らかにネガティブな書き込みは削除されてるだろうと思いますね。じゃないと Google マップの内容と釣り合いが取れませんもん、全く。
ポジティブな人だけが食べログに書いてるってありえないですよね。で、たまたまポジティブな人、ポジティブな印象を持った人だけが、食べログ見て入ってそれが入店できてるとは思えませんので、どう考えても操作してるとしか思えないですよね。まあ、別に操作しててもいいんですけど、商売ですから。別にそれがね、完全なその口コミだけでね、正直な口コミだけで成り立ってるとは思いませんし、それが商売ですからね、別にいいと思いますけど、集客ツールとして店側も使ってるはずですし、商売としてそういうツールが成り立ってるわけですし、要はそれに乗っかってる我々消費者の口コミっていうのが利用されてるだけなので、別にそれ自体はビジネスという面ではいいんでしょうけども、だからまあ鵜呑みにするのは危険だなというのが、まあ、私の中では証明された感じでしたね。はい。まあ、私も記者なので、そういうことがあるとですね、他のね、なんですか、まあ、今ネットの時代ですから、いろんなツールがあるじゃないですか。で、そういうのはやっぱりその比較して、やっぱ検証したくなるんですよね。別にそれを記事にするとかしないは別として。非常に気になったので、まあ、代表的なね、そういう口コミツールっていうのを、見て、まあ、Google マップとね、食べログと見て、これは危険だなというふうに思いました。だから本当はね、一番いいのは、やっぱりその、信用ができるできないは、まあいいとしてもですね、やっぱ飲食店側が食べログの評価を気にしてるからこうなるんですよね。誰も気にしなくなったら、そういう、ごまかしとかね、操作とか、不自然な評価とか、そういったのは多分なくなりますよ。だって商売として成り立たなくなりますから。Google マップと比較したら一発で分かると思います。そういう不自然なお店っていうのは。Google マップちゃんと載ってますもん。そういうところがね、やっぱり、それを商売にしてる。要はその、お店ね、お店に対してお金を払ってもらって同行するっていう食べログのような商売と、だから Google マップというか Google みたいに、そのみんなが行ったビッグデータですよね。みんなが移動してそこに行った、でその店がどうだったというその人が個人、まあ当然 Google のアカウント持ってますから、Google のアカウントで行ったところっていうのは Google マップで表示されるわけですから。その、こういう年代の、こういう性別の、人が、どこに住んでる人が、どこに移動して、どういうお店に何時に入った、で、何時までいたっていうビッグデータ自体に価値があるのが Google ですから、その評価なんかどうでもいいわけですよね。好き放題、ダメな評価はダメな評価でそのまま出ますし、いい評価いい評価でそのまま出ますし、星の数は純粋にそれの平均なので、そこを操作する必要がないわけですね。取ってるデータがビッグデータなので、食べログはそうじゃないわけですよね。評価の高い低いでお店に対してアプローチかけて営業しているわけですから、根本的に、商売に使う素材が違うわけですよね。じゃあ消費者にとってはどっちの方が、信用できるのかいいのかっていうと、まあ、Google マップでしょうね。だってそれ自体はいじってませんので、それ自体に Google は商品価値っていうのをさほど見出してないわけですよね。それよりも誰がどこに行って何を食って、まあ、何を食ってまでは分かりませんけど、何時間いて次にどこ行ったっていう、そういう移動データの方が、Google としてはお金になるから、会員のそういうデータっていうのを取ってるわけですよね。評価自体は消費者にとっては Google の方が正しいんじゃないかと、信用できるんじゃないかというふうに思いましたね。まあ、桜とかそういうのは別ですよ。桜がいっぱい、例えば Google に山ほど桜がいたら、多分口コミの内容は狂うでしょうし、
食べログはね、そういう面では桜の可能性っていうのはあるっちゃありますよね、やっぱりね。だって不自然ですから。まあなので、あの、さ、消費者の判断ですよ。消費者がいかに賢く判断するかによって、そういったツールっていうのを、使いこなすかどうかっていうのが決まるんじゃないかと思います。まあ他にもね、そういう口コミツールあるので、もうちょっとあの調べてもいいなと思いますけどね。さすがに入店拒否する喫茶店って世の中にほとんどないと思うので、それを比べれば、あの、不自然な口コミサイトなのかどうかっていうのは分かるんじゃないかと思いますね。はい、そんな感じでちょっと闇を見たような気がしました。別に入店拒否はいいんですよ、まあ、そういうお店なので、そういう方針なので。これホテルだったら問題ですけどね、あの、正当な理由なしに、あの、宿泊を拒んじゃいけないことになってますので、法律でね。でも飲食店は別にそんなルールは、ルールというか法律がないので、別に入店拒否しようが断ろうが別にいいんですよ。だからそれ自体は別に法的に問題があるわけでもないし、お店の方針がそうならそれでいいんですよ。ただ買い取ってほしかったなというのがありましたので、元八幡で喫茶店に行く方は注意してください。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。